こんにちは、ひかりです。さあ今回もフリーマーケットお買い物中実況の続きになります。ここはね、今のところは割と業者さんなのかなって感じですかね。でこっちが古着とか売ってて、今回もねお宝発見するんですけどね。で買ったもののね紹介とかまた別の動画でしますね。いやここもねなんかね、もうちょっとこう なんだろうな投げ売りしてくれたらいいんだけどね。専門店価格だからね、まあしょうがないんだけどね。だからそういうのを目当てにしていく人もいると思うんだよ。だからそれはそれでありなんだと思うけどね。だからブリキのおもちゃなんて普通あんまないじゃん、リサイクルショップとかでも。まあそういう意味でいいんじゃないかな。まあフリーマーケットもね、出店が多い方がいいからね。ほら今まだ準備してる。もう確かにこれ9時過ぎてんだよね、あの開始時間9時なんだけど、ここねなんかね始まるのが遅いんね。普通のフリマってむしろさ早すぎなぐらい早いじゃん。そうなんだよ。だからねびっくりしました、開始直前に行ったんだけどちょっと早すぎかなぐらいな感じ。でもいいのはねどんどん売れていくから、やっぱ開始前には行かないとね。そしてこの車の裏側にもねいくつかこう出店が始まろうとしてるんだけど、こことか準備遅かったね。あの朝来た順でこうお店をこう出していくみたいな感じだから、こういう遠いところはね遅いんですよね。ここぬいぐるみがあるんだけど、まあ大きいぬいぐるみやっぱ300円になっちゃうんだよね。買ったりユーキャッチャーで取ったりした時って高いじゃん。だからどうしても大きいぬいぐるみって一般の人はあの高く値付けしがちなんだよね。逆にリサイクルショップとかってむしろさお店の中にあると邪魔になったりするじゃん、売り場面積取っちゃうし。しかもそこまで高く売れないって知ってるから安く出るんだけど、普通のね一般の人は高く出しちゃうんだよね。ここなんか陳列綺麗だよね。ここねあのプレ版のおもちゃとかあったかな。お、スイッチの任天堂ラボとかある。そしてあとやっぱ靴とか古着多いね。あとレディースの方が多いよねやっぱ。あとメンズはちょっと高いイメージがある。革ジャンとかね高く出してるとこもあるからね。もちろん安いとこもあるけどね。まあね、一番いいのはやっぱり商品を並べてる途中とかに買い物できる時だったら絶対並べてる途中とかがいいからね。まだ誰も見てないからお宝があったりするから。だけど出したばっかの時は値引き交渉しづらいかな。なんかこの時もいたんだけど、あの出したばっかの商品を値引きお願いしてる人がいて、やっぱりね、あごめんなさい今出したばっかなんでまだちょっと値引きできないですって言われてましたね。だから値引きしたいんだったらもう終わる直前とかお昼過ぎとかに行けばもっと値引きしやすいと思うけど、まあ朝一はむしろもう最初から安かったりとか、するものを狙うのがいいかなと思います。ここは割とねおばさん層に人気でしたかね。あとこっちの右側が割とこのなんだろうな、親子連れで お父さんの方があのなんかサバゲーのおもちゃとか、おもちゃっていうかアイテム、おもちゃでいいのかな、サバゲーのアイテムとか売ってて、あとはちっちゃい赤ちゃんが使うようなおもちゃと、あとお母さんの古着みたいな感じかな。ここは主婦のね奥さん方というかおばさん方に人気でしたね。ここは割と雰囲気重視の感じかな。この今右のところはやっぱねこだわりがある出店、雰囲気がすごいいいようなね感じのとこもあるからね。僕はね出店するときは、雰囲気よりもなんかこうごちゃごちゃ感を大事にして出店したいかな。だから物をいっぱい出したいって感じ。お客さん的にも本当はそっちを求めたりするからね。あと見やすかったりとか、あと宝探し感があったりとかね。いいね、やっぱ楽しいね。今これね一番この手前からこう出店してくんだけど、その奥の方だから、そうなんかね道みたいなの挟んでまだあっち側にもあったりして、あここいいよ。この箱の中のディズニーグッズ1個100円なんで、ね、まあ、普通にあのディズニーグッズ欲しい人はいいと思います。ディズニーグッズはねディズニーランド内とかで買う以外だとすごい安いからね。ディズニーリゾート内で買うと高いけど、そこ以外で買うと安いから、中古とかになると一気に値段が下がるからね。元が高いからさ、どうしてもお土産価格だからね。
そうね。あとやっぱフリマって本とか古雑誌とか売れないよね。僕も出店したことあるけど、やっぱ売れないね。何が売れるっつうとやっぱおもちゃとかになるのかな。やっぱあとね、子供たちも結構買いに来てたんだけど、今回やっぱ鬼滅の刃のおもちゃ探してたね。子供たちが店員さんにこの鬼滅のなんかキャラクターの名前言って、禰豆子のフィギュアいくらですかみたいな話とかしてたもんね。でこの左側がね、結構なんか木製パズルとか売ってるんだけど、子供のおもちゃとかもあって、まだちょっと出てないんだけど、この後ぬいぐるみとかも出ましたね。ほらまだ出店されてないんだよ。そうだから開始前から行っても1時間ぐらいはブラブラ買い物しないとなんか全部見きんないって感じ。まあそれはそれで面白いけどね。一気にバーンって揃ってると一周見て終わりになっちゃうからね。徐々に出てくるのを見て楽しむっていうのもありですよね。ここやっぱおもちゃ多いな。お、ウルトラマン系の詰め合わせだ。これ表示価格の半額って言ってたから、多分今の200円だと思うんだよね。そう、全部表示価格の半額で売りますって言ってたから。あ、群馬ちゃんもいるじゃん、右上に。ここ鬼滅の刃のフィギュアとかトミカとかもあったかな。でもこういう風にね、おもちゃがいっぱい並んでると子供たちがね、すごい群がってましたね。楽しそうに。あれいいと思いますね。僕もちっちゃい子親に連れてってもらってこういうフリマ行ったのすごい楽しかったもん。古着ね、古着とかもね、やっぱサイズとかね、いろいろ状態とかで値段とかいろいろあるから、なかなかねフリマで買うことは少ないかな。最近は痩せてた時だったら大体何でも着れたから、フリマとかでも買ってたんだけどね、古着を。そうそう、だけど今はね大きいサイズになっちゃったからね、なかなかねないんですよね。 M とかってすごい売ってるんだよね、古着ね。自分が大体 M か、まあ、S も入んなくはないかなぐらいな感じだったんだよ僕、まあ、S か M ぐらいでいけるかなって、まあ、L はちょっと ゆったり着れるかなって感じだったの、体型だったから大体何の服でも着れたわけよ。そうそう、で XL とかは正直大きすぎるけど、まあダボっと着る分にはみたいな感じが、だから大体の服は合うからこういうとこでも買えたんですよね。あ、ここ今出店してる日曜作家が多いかな今んとこは。うん、ここはなんかママ友が一緒に出店してるって感じかな。そんな感じで、ぬいぐるみがちょっとね、300円とかね。あと安いのは100円とかもあったんだけど。あと買いに来るお客さんの方で、なんかね、すごいね、どの店舗でも店員さんとすごい話す人とかいて、そう、ああ、コミュニケーション取るんだなとか思って。だから慣れてるんだろうね、そういうのにね。僕はあんま店員さんとコミュニケーション取らないタイプというか、うん。そうね。普通にさ、今日涼しくてよかったですねとか、よく出店されてるんですかとか、あんま言わないタイプってか言う人が結構いるんだよ。そういう風に言うとなんか値引きしてもらいやすくなったりとか、あとなんかまだ出してないやつとか、あ、こういうのありますよとかって出してくれたりとか。そうそう、この道を挟んで手前側と奥側っていうのがあって、あ、道というかね、あれなんだけど、大型駐車場の中だから、ここね。あ、ここもまだ出店してる途中かな。ここも可愛い感じで出店するんだよね、すごい。そうだ、店員さんとのコミュニケーションもね、楽しんだ方がいいと思います。僕とかはそんなにね、あんまり、もう、どんどん見て、みたいな感じだから。そう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 。食器類もあるな。金さんとこお話しするのも面白いけどね、いろいろ教えてくれるし、あとなんか店員さんとかで、え、どんなの探してんのとかって聞いてくれると助かる。そう、おもちゃ系探してるんですよねとか言うと、あ、じゃあこういうのあるよみたいに言ってもらえる。ほら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 、1個10円の箱の中だいぶ本減ってるでしょ。すぐ売れたみたいね。やっぱ前回の動画の時はもっといっぱいあったから、今の倍あったから、
早くも売れたんだね。ここら辺の1個50円の小物類とかも全然ちっちゃいぬいぐるみとかいいと思うけどね。お買い得。そう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 。でここら辺もあれかな、まあ、そんな大きい売り場ではないんだけど、でもねなかなか楽しいです。あ、ここね、ここはもう完全業者的な感じでもうレトロアイテム売ってるんだけど、下の方にあの DVD1 枚300円って書いてあるんだけど、あれはねまあまあ安いかなと思います。うん、ただこういうレトロなアイテムはまあこういうとこは高いんかなって感じするよね。あと店員さんと話しづらいっていうか、いくらですかって聞いてても、この前の動画みたいになかなか値段を言わないみたいなね、値段言うのが恥ずかしいのかな、なんか全然言ってくんないんですよね。いや早く言ってよみたいなって感じで、今回のフリーマーケットはね以上になります。はい、ということでまたね次の動画とかでね、この同じフリーマーケットのお買い物中実況やりますので、ぜひねそっちの動画もご覧になってください。ということでね、もしねこの動画良かったなとかね思っていただけたら、評価ボタンを押していただけたりとかね、あとコメント書いていただけたりすると非常に助かります。それではまた、バイバーイ。